おはようございます。おはようございます。今日は C の50回 C の90、メルカリで買った C の90をちょっと昨日まで、ハンドル取ったり、後ろのなんだリアフェンダー外したりなんかして、今日はねメインキーの方をちょっと移設しようかなと思って、ゴールデンウィーク今日は5月4日なんですけども工房の方にやってきました。じゃあ早速行ってみたいと思います。改めましてトイボックス亮です。これがメルカリで、先日はねヤフオクって間違って言っちゃったんですけども、メルカリです。メルカリで手に入れた C50 で、エンジンは 90cc にボアップされてました。 C50 改め 90cc の株、これをフロントのフェンダーとリアフェンダー鉄なんでサンダーでカットして、まあ、ショート化してフロントの方のフェンダーは外しました。バーハンドル化するために全部配線外して今は全部そっくりなくなっているというような状態まで来てます。で今日は先ほどもお話ししました通り、メインスイッチをリアの方にこっちの後ろの方に持っていこうというふうに思っています。じゃあ早速やっていきます。でね、新旧株他のバイクもそうなんですけども、なぜかねスイッチってね、まあ、この皆さんご存知の通りオフオンオフオンだけなんですよ。なのに、4極なんですよね。こっからカプラーの先は2極なんですよ。4極のスイッチから 2極になってるっていうんであれば、ここもともと2極で最初から2極でいいじゃないって思うんですけども、いつも疑問に思ってます。もしご存知の方いらっしゃったらコメントで教えてください。まあこれこのスイッチを、まあフロントの方から外して、まあここら辺につけようかなっていうふうに思っています。じゃあまず早速タンクを外していきます。では燃料が来てるところ外そう。よしよし、た。まあホース抜いたところに、ゴム手袋をの指のところ切って、でこれカバーしておきます。でそのゴム手袋をしたところにインシロックで止めちゃえばよしと。とりあえずね、こんな形で、とりあえずガソリンタンクはちょっと入ってるんでね、捨てちゃうってわけにいかないんでこんな形にしました。やっと苦労してガソリンタンクの方が外れました。あのね、開けてみて分かったんですけども、あのガソリンタンクから2本ラインが入ってて、1本からガソリン抜くようになってるのかなっていうのを後になってみれば気がつきました。で今ガソリンタンクがない状態、なんかトイレの電気みたいですね。まあ、それはいいんですけども、さてこのスイッチをどこに入れようかなって、ここら辺に入れようかな。なんかねこのカバーのところに穴を開けてつけてらっしゃる方っていうのもよく見かけるんですけども、私はねどっちかって言ったらここら辺に鉄株なんでここ開けちゃおうかなって思っています。でメインスイッチの径を測りたいと思います。この爪のことを考えて26ぐらいでいかないとダメかな。26でいって大丈夫だな。26でいって大丈夫。26π で開けようと思います。ちょっとねここのところスイッチの爪のところがあるんで 25π だともしかすると入んないかもしれないですね。相手が鉄なんで、ということで実際これホルソーが27なんですけども、
まあ、ホルトは多分 28敗で抜けると思います。ただ28敗いっても問題なさそう。よいしょ。あ、ちょっと待って、養生しよう。で次はホルソーでいきますよ。よし、次はベルトサンダーで面取り。入りますね。わずかスインタンクを取って穴開けをして、でスイッチを固定するところまでは終わりました。ただね、いつも使っているこのマイクの方が、ね、バッテリー、充電してなかったんで切れちゃいました。ですので、今日は、まあ、ゴールデンウィーク途中ってことがあるので、ここら辺で作業は終了したいと思います。続きはまた改めて動画作らさせていただきます。それでは。